じゃあ藤子、はい、決まりました。ちょっとまだ押しましたけど、すいません、私にお時間をください。はい、はいはい、メンバーの皆さん、はい、はい、12周年のプレゼントがあるので並んでもらっていいですか？この間もらったの？今日はよりさんの分もちゃんと。やだー、いつもくれる。どっか背景が大丈夫なところで12周年おめでとうございます。これからも素敵な歌を作ってもらったりとか、年末に向けて書き物が増えると思うんですよね。書き物がね。なんで名前の入ったボールペンを、誰か一番目決めてもらって、引いたらその人に一言言いながら渡してもらおうかなと思って、名前が書いたら、例えば古賀さんがオレオさんの引いたらオレオさんに一言言いながら渡してもらおうかな。なんか意味わかんなくないすごい聞いてる。だって普通にオレオさん、古賀さんで渡してくれよ。いいじゃん、同士でコメントを言って。そう、待ってみたいな。やっぱほら12周年だから、改めてそんな必要ある？思いを伝えよう。コメント欲しい。だって今さら一番を決めてください。はい、じゃんけんで、うん、じゃんけんで勝った人からいきます。最初グーじゃんけんぽい。わかりました、本当に、ラサリックスピンのギタリストが元の連絡だけ来た。そういうこと。元でよかったなって本当に思います。いつもありがとう。ありがとう。始まるわ。早いよ。そういう感じだ。やばいね、これは。はい、オレオさん。はい、この長い間作り続けてこれたらとても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。サクサレよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいね、これ嬉しい、これわかる。古賀さん、12周年ここに来るまでたくさん迷惑かけてすいません。もう古賀さんがリーダーだったから、ガチャピンが今もずっと続いてると思います。この先もよろしくお願いします。お願いします。おめでとう。おめでとう。古賀さん、2回目か。はい、ゆりさん、はい、復帰おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本当に環境が変わったり、いろいろ両立が大変だったり、これからまだまだ大変なこともいっぱいあると思うけど、ガチャリックスピンを続けたいって言ってくれて、私は本当に嬉しかったです。これからも頑張っていきます。ママとしてもドラマーとしても頑張っていきましょう。ありがとうございます。あれ、どうしよう。アンジーだ。アンジーが話す言葉の一つ一つが、もうユリーはすごいいつも刺さって、こんなにまっすぐバンドが大好きなアンジーと一緒に新ドラムが叩けて本当に嬉しいです。これからも頑張ろうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ありがとうございます。じゃあ、はい、ヤギからヤギ、ヤギからヤギ。
いきます。はなさんの隣で歌うことができて本当に本当にこんな素敵な人の隣で歌えてることがめちゃくちゃ嬉しいです。これから先も絶対に追いつけないけど、ずっともはなさんの背中を追いかけてアンジーもめちゃくちゃ頑張ります。これからもよろしくお願いします。ありがとう。イエーイ。あ、でもあれだ、アンジーも、アンジーはなちゃんから見ないの。そうだね、みんなに。はなちゃんからガチャリクスピン。で、私はもう本当にみんながいなかったら頑張れませんでした。そうなのかい。いや本当に自分の力だけじゃ無理だったから、本当にありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のライブ頑張ります。